ではこの時間は本日東証2部銘柄から東証第1部銘柄へ指定となりました朝日放送株式会社脇坂聡代表取締役社長にお越しいただきお話をお伺いしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ東証1部ということになりました、はい、まずは改めて今の率直なお気持ちからお話をお伺いしていきたいと思います、はい、私自身2011年に社長に就任いたしました、はい、私ども、53年、いわゆる2部というところに上場しておりましたもので、はい、社長になりましたを契機にですね、1部を目指そうという形でですね、社内に呼びかけまして、のぞみプロジェクトというものを作りまして、はい、全社一丸となって、今日を迎えると、今日を迎えて本当に心から嬉しく思います、はい、そうです。本当にありがとうございます。満を持しての東証一部ということになりますが、はい、改めて朝日放送会社概要をご案内いただきたいと思います、はい、こちらになります、昭和26年3月15日設立、その同じ年、昭和26年11月11日にラジオ局、日本では3番目の放送局としてですね、開局をいたしました、その後ですね、昭和30年にですね、5月にですね、いわゆる大阪テレビ、はい、これも関西では最初の民間放送テレビ局として、設立をされまして、それで、翌年の昭和31年12月1日に大阪テレビとして OTB として、はい、電波を出しました、開局いたしました。それで昭和34年6月にこの朝日放送と大阪テレビが合併という形になりまして、そういう面では名実ともラテ経営局という形になりました、うん、当初はいわゆる TBS 系列に属しておったわけですけれども、はい、昭和50年4月1日でですね、ネットワークチェンジ、いわゆる超年点解消というのがございまして、それからは現在のテレビ朝日系列になっておるという次第でございます。それと、平成15年12月に、地上デジタルテレビ放送という形で、これは東名阪、揃ってスタートをしたという形になっております。このデジタルに向かうにあたってですね、平成20年6月に現在の新社屋に移転をしまして、はい、いわゆる最新のデジタル機能を持った社屋になっております、それと23年3月には、設立60周年というのを迎えまして、はい、まあそういう面では老舗の放送局という形の自負は持っております。今お話もありました、はい、ネットワークというのがこちらです。系列ネットワークになりますね、はい、ネットワークに関しましては、当系列は24局、はい、テレビ朝日をキーとし、はたまたそういう面では私ども朝日放送もネットワーク系列の中での立ち位置としてもう一つのキー局という立場を堅持しておると、はい、いうことでございます、はい、コンテンツの中身ですが、はい、皆さんもご存知の番組が多いんではないでしょうか。こちらになります。そうですね、はい、皆さん本当にいわゆる長寿番組が多いと、ね、この中でもですね、はい、一番長寿番組は新婚さんいらっしゃい、はい、ね、これは私は昭和45年入社でございまして、その昭和46年1月31日から、この番組は、放送されておると、はい、今の桂文枝師匠がまだ桂三枝と、言ってた時代で28歳からでございました、はい、これが44年目を迎えておるということです。その、隣にございますアタック25も、はい、これも昭和50年からと、今は亡き児玉清さんがとやってこられまして、今現在は私どもの、スターアナウンサーである浦川が、司会を担当しております、その他、大改造劇的ビフォーアフター、所ジョージさんの軽妙な司会で、これも非常に好評を博しておると、今のリフォームの
いわゆる先行きっていうか、はい、そういうものに火をつけた番組ではないだろうかなと思っております、はい、それと、ビートたけしさんのみんなの家庭の医学、やはりこれ高齢化も進んでまいります。やはり健康に留意をするという形で、うん、視聴者の皆さんの最大関心事というものがございますんで、うん、この番組も非常に好調に推移をしていると、それと、金曜日ですけれども、世界のこんなところに日本人というところでですね、これもやはり、私ども、世界へというのをキャッチフレーズにしておりますんで、そういう番組を展開をしていると。それとハピネスチャージプリキュア、これはアニメで、これもプリキュアで、いわゆる、ジョージーっていう部分でいきますと、これも10周年迎えております、そういう面では非常に人気を博しておると、旅サラダもこれも長い番組ですね、はい、これも20年を、もう超えております、神田正輝さんで、続いておると。おしゃべりクッキングも上沼さんで、続いているという面では非常に長い番組が当社多い、はい、そこに新しいものでいくと、必殺仕事人も古いですけれども藤田誠さんから、東山君に主演が変わり、これはいわゆるスペシャル番組として、年1回やっております。ローカル番組も強力ですね。大阪なんかでとかかと思いますが、これもですね、はい、最近おはようコールって、私自身朝早いんですよ、はい、5時ぐらいに起きるんです。これを朝5時からやってる番組です、5時から6時45分まで、はい、非常にニュースが分かりやすく解説をしてくれてるという面で、これが視聴率的にも非常に好評を博してると。その次にあるのが6時45分から、おはよう朝日です、はい、これはですね、展開をしておる。でこの時間帯ってのは他が、他系列がですねネット番組なんですね、当社だけがローカル番組というものを展開しておるというようなことで、いわゆる地域の人に地域の情報を触れる情報という形で提供している、好評を博しております。それとまあ簡単に言いますと探偵ナイトスクープ、これは全国津々浦々、番組販売という形で言っておる、まあ、その他スギル TV、これはナイトインナイト枠、この辺はずらっとナイトインナイトの枠で、各局ローカルも含めて番組販売が、非常に好調な番組が並んでおるという次第でございます。気になる業績面ですが、次のページご覧いただきましょう、うん、はい、まあ連結売上が814億円と2013年の実績でございますけど、その中でやはりテレビ事業が593億円という形で大多数を占めておると、テレビラジオという部分でやはり広告収入という分の依存が非常に大きい部分がございます。将来的にはこの辺もしっかりと考えていかないとダメだなと、今現在考えておる次第でございます。視聴率も好調ですね。はい、おかげさまで、はい、2013年度はおかげさんで、年度は、ゴールデンプライムプライム2と、1位をいただいたと、はい、残念ながら前日だけが僅差で2位に甘じておるということですけれども、うん、年間視聴率では前日も含めて4冠、はい、2年連続で達成しておるという現状でございます、はいはい、あとは気になる足元の、まあ、業績面数字の面ですが、こちらもご覧いただきましょう、はい、手応えいかがでしょうか。今現在ですね、2014年度は、そこに書いてありますような形でですね、はい、まあ、売上高810億円という形、営業利益58億、経常利益60億、ただし当期利益だけが35億と、うん、減収、若干の微減収、当期純利益の最終的な増益という形で考えております。上期の推移まだ閉まってませんけれども、その辺を見ていく中で、順調に推移していってるんではないだろうかなと思っております。
残り2分というところですが、もう少し長い視線で、うん、今後の中長期的な経営戦略を挙げていただければと思います、はい、いかがでしょうか。2012年から14年の中期経営計画というものを策定するにあたってですね、はい、朝日放送として10年後どんな会社になってたらいいんだろうということで、若手中堅クラスを集めてです、ヒアリングをし、彼らにまとめてもらったということがございます。それで、これは役員合宿あるいは、役員局長合宿を経てですね、決めていったと。 A が関西ナンバーワン世界へ、 B 家族をつなぐエンターテイナー、 C オープンアップ楽しい ABC、はい、ABC の強みって何かって言ったら、やはり我々放送局ですし、コミュニケーションというのを事業としております。そういう面では社内のコミュニケーション、これを最優先で考えて、社長になった段階で考えております。これは、自分が考えてた目標数値にしっかりと根付いてきてるんではないだろうかなと思っております。はい、放送外収入の取り組みとしてはコンテンツの海外展開を挙げていただいています。はい、それで欧米制作会社、はい、いわゆるフリーマントルメディア、ゾディアック等と番組開発、そういうものもしっかりとやってます。それでアジア各国への番組販売、タイも含めて中国も含めてやってます。フォーマット販売で成功事例とすれば、ホーチミン市テレビ、ベトナム版新婚さんいらっしゃいというものが、フォーマット販売しておりまして、ホーチミン市テレビで昨年8月から新婚さんいらっしゃいは現地制作で、現地のスタッフ、現地の、いわゆる視聴者というものが参加して、番組が展開される、はい、これは、非常に視聴率もナンバーワンというような形でございます。ですか。もうこれ短くなりましたが、ぜひ番組を見ている皆さんにメッセージもいただけますでしょうか。はいはい、はい、本日、東証一部上場という形になりました。私も朝日放送はですね、企業価値をしっかりと高めてまいります。それと放送局という社会的貢献としての社会に貢献していくという形をしっかりと展開をして、皆さん方のご要望にもお答えしながら利益もしっかりと確保してまいります。どうぞ朝日放送よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。